こんばんは。ヨンミンさん、だるま、たくさんありがとうございます。そしてMT0 さん、バラ、ユワトさん、音符、ハート、そしてアヌエさん、かわいいスタンプ、ウルスさん、ステッキーとコンパクト、ありがとうございます。そう、 YouTube と同じ服です。今日はちょっと偶然なんですけどね。てかめっちゃ今日めちゃめちゃ食べ過ぎた。夏、大型予想さん、ステッキ、リボン、コンパクト、ありがとうございます。ドアラさん、コンパクト、ありがとうございます。富山県警さん、ハート、ありがとうございます。YouTube 見た、眠くはないんですけど、ちょっともうから最近すごい水分をちゃんと取れって体に言われてるのか、本当に体に熱がこもっちゃって、うん、で私飲み物飲むの苦手なんですよね。そうで、昨日こんな人いないのかなと思って調べたんだけど、田所さん、ハート、ありがとうございます。今日はでもそんないらないなと思って、あの味噌ラーメンのをバリッと半分にしたらさ、半分でいけるじゃん。だから半分にしました。半分、半玉ってやつですね。半ラーメンってやつ、半ラーメン食べました。ということで、皆さん、ね、ハロウィンの生写真が発売されておりまして、川原美咲は前回はねちょっと遠目で撮ったやつだったんですけど、今回はちょっと近めだよってことで、こんな感じの写真になってます。ぜひゲットしてください。私は
YouTube 見た、読むのできなかった、読むのってなんだろう。そう、半ラーメンとあとご飯もおかわりしたので、体が忘れるような感じ。なんか、うん、なんか熱がこもってる、うまく放出できてないなっていう感じ。けど飲むのも苦手なんですよね、私。そう。YouTube 見たよ、ありがとう。ゆきたんさん、リボン、あのあとさん、バラ、田所さん、ハート、ありがとうございます。熱がこもる、汗かけない、そうなんですよ、多分同じタイプ。顔がね、顔が赤くならないんですよ。そう、ちょっとあの明かりのせいでちょっと今赤く見えるけど、平熱めっちゃ高いですね。7度2分とか出る夜。いや最近高くなったんですよ、それが。そう、そうなんす。キングオブコント有名、あ、有名みたい。キングオブコント空気階段さんが優勝されましたね。ここ水によっても変わる。え、そうなの？何その水の質、質感ってこと？普通に 36.8 が平熱なんですよ最近。そう。で、いや代謝が良くないんですよね。なんて言うんだろう、なんかめっちゃ汗がかいたりとかがしないんですよね。ワクさん、ハートありがとうございます。だから汗を出してこう熱を放出するじゃないですか普通。シマさん、レインボースターありがとうございます。水によっても変わるってどういうことだろう。あ、そういうことね。お風呂とかシャワーとかも使う。でも普通にまだお風呂入ってないんですよ、今から入るんですけど。そうだからお風呂、まあお風呂上がりはね暑いじゃないですか。そう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 、お風呂上がりは暑いのはあれだけど、お風呂上がりはマジで、あの普通に8度4分とか行く。お風呂上がりはね、だって温まって出てきますもんね、正直。そう、ケントレイさん、ハートありがとうございます。岩盤浴、岩盤浴ないですね。砂ぶし風呂ぐらい。砂ぶし風呂ぐらいですね。レアですね。
おでこで裸測るやつ、なぜか熱が高い。嘘、私おでことかこの手首で測るやつめっちゃ低い。普通に36.4とかになって、絶対嘘じゃんと思いながら記入しますけど。で、わかるね、大体自分でさ、あ、このぐらいの体温だな今っていう。っていうね。バキチさんハート、たくさんありがとうございます。いっぱいちょっと水を飲もうと思うんですけど、やっぱりちょっと苦手で、そう、水を、なんて言うんだろそう、もうお風呂にゆっくりつかないと、私めっちゃ腰痛くて今。なんでやーんって。私のやつに入場断られたりして、私ね結構ドキドキですね、いつも。ルビンチタンクさんハートありがとうございます。何かに集中作業してると水飲むの忘れる。そうですね、私ももう永遠に何かに気を取られてるから水飲むの忘れるんだろう。そうですね、そう、編集ってやっぱ立ってできないし、しようと思えばできますけど、やっぱ立ってやるとすごい足っていうか、なんて言うんだろう、こう、ねって。やっぱ座りたいなと思って座りまして、でやったらもう座ったらずっと腰がね曲がってるので。ね、大型予想さん、コンパクトユキタンさん、ステッキ、シュンさん、なんだっけ、魔女の帽子、ありがとうございます。予告編と1回目がミスター編集、2回目が初編集、3回目、明日は分かんないよ。でも私、皆さんに、その編集を見分けるポイントといたしましては、今日の動画と昨日の動画を見てくださると分かるんですけど、最初のね、オープニングの夢見るドーンって出て、下にね、海外圏の方々も、夢見るって読めるように、なんて言うんだろう。海外の方からも、こう、認知をしていただけるように、こう、ローマ字っていうか、なんて言うんだろうね。ローマ字か。で、大文字でね、夢見るって書いているんですよ。もう、普通にもうローマ字で、YU って感じで、夢見るって。あれの色がね、私と、ハツカと、カレンと。で、実は違うんですよ。そう、まあでも別に誰が編集しようと、本当にカレンちゃんも宇多田もね、割と、なんて言うんだろう、編集というか、面白くしようっていう考えが天才なので、
本当に吉田が編集した動画もめちゃめちゃ好きですね、私は。そう、でも大体みんな、そうやよ。今日もカフェオレ。こちらは、これはね、豆乳を混ぜたんだ。もう甘すぎるからちょっとクリーミーにしようと思って。うん。いっちゃんさん、ハートありがとうございます。まあ、そういう色分けではあるけど、そう、今 YouTube 爆検してきた、爆登録してきたありがとう、めっちゃ嬉しい、バカおもろい、最高。健康診断行ってない、だから健康診断行きたいよね。私悪いとこありそうだな、普通に。ケニチームカラー、あれはケニチームカラーではないですよ、別に正直。そう、全然ケニチームカラーじゃないけど、こうなんて言うんだろう、パワーパフガールズみたいな感じで、そのやっぱとかチェゴチャンネルさんとか、こうやっぱカラーがあると、そのテロップも入れやすいし、あとカラーがあると、そのなんて言うんだろうな、やっぱこのイメミールの青の人とか、イメミールのピンクの人とかだったらとかっていう印象もね、つけたら嬉しいなと思いますし、やっぱ本当に一番はテロップがね、すごい楽なんですよ、ね、色分けでさ、できるから普通に。そう、だからそれもありますし、なんかグッズとかを考えるときにカラーがあった方が、その考えやすいというか、とかロゴとか作るときに考えやすいなって思いました。で、何色っぽいってお互い言い合って、宇多田は黄色、なんかこう元気な黄色のイメージかなって私が言って、でミッサーは青だよねってなって、なんかこうなんていうの、ブルベなんですよ。だからブルベサマーって言って、青とか寒色が似合う、寒色が似合う、こう肌の色とか目の色をしてるから、だいたいブルー系、青、こう水色とかが似合うねって言ってくださることが多くて、みんなから、そうだから青っぽいねってなって、じゃあ青でって言って、じゃあそうなったら赤か、吉田は赤系だねってなって、吉田こう赤系っぽいよねってなって、でもなんて言うんだろう、なんかパキッてした赤じゃないよねってなって、そう、このパキッてした赤じゃなくて、よく吉田が生誕ティーとかにも使ってるホットピンクカラー、このさ、リボンの色みたいな、ちょっとホットピンク系の色が一番いいんじゃねってなって、ちょっと個性あってもいいよねみたいな、そうで、あの色になりました。タクパッパさん、リボン、あとはコンパクト、ありがとうございます。今日もガムテープです、よろしくお願いします。ミミルのね、そのなんかステッカーとかがさ、作れたりとかしたらすごい可愛いだろうなと思って、だから私ステッカーとかグッズにしたら可愛いロゴにしたんですよ、実は。そう、グッズとか可愛いロゴ兼
の意味も込められてて覚えやすい。あれもう 目じゃないですか、目のマークって感じ。あの目のマークっていうイメージがついてもらえるとこう覚えてもらいやすいかなと思って、目を入れました。全然見えない。目、これがみんなの目、これが吉田の目。全然見えない。これが吉田の目、これが宇多田の目。これの名前も決めてないんですよね。で、これが私の目。これは実はこのこう夢見る、夢を見るっていうのとこう目のマークかわいいなと思って、夢を見るっていうのもあるし、こうなんて言うんだろう、あとはねこの目の中にこう目の中をじっと見ていただくと本当はこうお花隠れてるんですよね、これ目の中ね。お花が隠れてるのはその夢見るっていうのがカモミールかける夢を見る女の子なんですよ。だからお花をカモミールの花では なんて言うんだろう、カモミールをそのまま入れても分かりにくいお花になるなと思って、なんかちょっとこまごましちゃうから、ならちょっとお花ザお花のマークでと思って5個で、ここに真ん中に星があると思うんですけど、スターになるぞっていう意味を込めて星ですね。で真ん中ここは全部その担当カラーなんですけど、真ん中はその好きな色だったりとかにしてます。それぞれ好きな色だったり、こう宇多田紫が好きなので紫に宇多田はやったり、あとは吉田は白が好きなんですけど星を白にしちゃうとなんかあれだなと思って赤にして周りを白にしたりっていう意味も込められてます。で、あとはちょっとおしゃんにしたいなってことで、そのピンクと黒の間はグレーに埋めたりとかしております。で、まつげパッチリでちょっと女の子らしさも表現しつつっていう感じですね。田所さんハートありがとうございます。そう、大きい夢を見るってことで、カモミールってな、そう普通に夢を見るって意味だと思ったでしょみんな。公園に持ち込むうちにお目を張る、いやもはやもうこれだけでもわかるよねうちらは。うん、ま、もうこれドーンみたいな、これだけをここに貼りましたみたいなやつがもはや目立つ説。だってこんな目のマークのキャラクター AKB にいないですからね。そう本当に、そういう意味を込めてます。実はそうカモミールの夢花言葉とかもね結構いる。はい、戻ってきました。夢を見るっていう大きいテーマは決まってたんですけど、
今のと全然違うデザインの候補もあった。ないですね。私が勝手に、これ勝手にね、私がノートに書いてたやつね、実は。あららら。夢見るノート。まあ、いろいろネタが詰まってますから、これ見せられませんけど。最初ね、私が本当に落書きしたのだとこれだったんですよ。そう、こう密かにこの花びらの中にエイトが隠れてたりとか、本当に落書きしただけなんで、これをもとにあの iPad で書き直して色も変えて、見やすいパッとした色になるようにこう組み合わせたりして、あれができました。ネタ帳です。かわいいっしょ、これめっちゃかわいいんすよ。自分で考えといてな、何を言うてんのって話なんですけど。田所さん、レインボースターありがとうございます。パワーパフガールズはね、あんまりめっちゃ知ってるわけではないんです。キャラクターは知ってるけど、どんな感じなのかは全然知らないんだ、実は見たことがない。ロゴかわいいっしょ。そう、夢見るの公式マークにしてます。うちまで応援するように。これ非公式グッズを作ってもいいですか、ぜひぜひ。なんか普通にめっちゃ白 T にさ、ここにワンポイント目のこのイラストがさ、入れられてる T シャツが欲しいんだけど、そういうのってどこで作れるの、全然わかんないんだけど。いやでも刺繍もいいなと思って、刺繍いいよね。しゅんさん、ゴーストありがとうございます。本当にこんな感じですね。瞳のイメージとかも好きから入って、ありますね。そう、そっからこう作るにあたって、カートゥーンネットワーク、なんか飛んでる、おろろろろ、びっくりした。飛んでるシーンしか見たことないですね。だからふーんみたいな、なんかシューンみたいな、なんか3人がシュンシュンシューンって揃ってシューンみたいな、なんかそういうシーンしか見たことないですね。ででででで、刺繍かわいい、絶対かわいいんですよこれ。あららら、でも刺繍ね、私も割と好きなんですよ、刺繍とか手芸とか。だから刺繍しようと思ったらできちゃうんですよね。でもやっぱプロにしてもらいたいよね。プロにしてもらったらマジ、もうプロってマジすごいから本当に。最初そのデザインが作れるとか、君ってどんだけ、いや、ジドさん、素敵スタンプありがとうございます。そうそう、好きなんです、割と。けどその刺繍をね、こうちま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 刺繍してる時間がないよっていう。すがじいさん、ネイマオさんありがとうございます。えいこうさん、 YouTube の服
服作られて、え待ってそれもらったかもしれない。なんかめっちゃさ栄光って書いてさ、なんか金子さんかなと思ったけど、栄光 T シャツをもらいました。いただきました。めっちゃおもろい。風鈴だるまさん、リボンありがとうございます。ありがとう。マジでプロしか勝たんのよ結局ね。だから本当にキングオブコント見てて思ったんですけど、とかキングオブコント後の芸人さんのツイッターとか、私芸人さんのツイッターすごい面白くて、いろんな方をフォローさせていただいてるんですけど、すごいあの勉強にもなるし、そうすごいあの回ってきたんですけど、やっぱおもろいね本当に。プロってすごい、マジで本当にすごい。なんだっけな、すごいあの笑ったのがカモメンタルのマキオさんのツイートかな、わかんない、多分マキオさんだった気がする。なんかなここが良かったですねみたいなツイートをしてらっしゃったんですけど、あのそこかーいっていうツッコミを入れたくなるような、すごい個性的でした。すごいね。だってだから芸人さんってさ、やっぱネタ考えるのが上手い方々もめっちゃいるわけで、それだとそのやっぱ企画案とかは、まあ、プロの YouTuber さんもマジですごいし、はじめしゃちょーさんとかマジでやる企画からすごい、もういい意味でバグってらっしゃって、もう YouTuber の鏡って感じなんですけど、なんて言えるな、なんかやっぱ芸人さんが YouTube やったらさすがにおもろいんですよね。やっぱコントとか考えるのとか漫才考えるのと同じようなこう多分脳で考えられると思うんですよ。だからそれ強いよね。もうマジで面白いもん。なんかすんごい見ちゃう、芸人さんのその YouTube とか企画は外注者ですよ。あでも多分人にやると思いますよ。チョコブラさんとかもそのままコントのまんまのテンションでやってらっしゃったり、あとはそのジャルジャルさんとか普通にコントとかをずっとやってらっしゃったりとか、YouTube でだったらその実際なんて言うんだろうな、なんだっけな、強盗にタンバリンを持って入った人たちみたいなやつがあるんですよ、コントが。そう、それをガチでそのお店をの一角をお借りして、お店なのかな、セットなのかな、でガチでその防犯カメラのぐらいにつけたあれなのかな、防犯カメラ視点の映像でコントをガチでその再現したり、現実にいたらどうなのかみたいな再現したりとか、やっぱり千鳥さんが一番、いやマジでわかる。なんか千鳥さんのロケが一番好きです私。お笑いもめっちゃ好きなんですけど、喋りさすがだよね。空気階段さんしか私今日見れなかったんですけど、すごいあのおもろかったです。めっちゃ笑っちゃった。あのなんだっけ、ブラックホールから
ブラックホールから取ってきた水ですみたいな、ブラックホールから抽出した水ですみたいな感じで持ってきて、で多分コーヒーだったんです、コーヒーなんですけど、それをこう飲んで、あ待って59分ややばい、あとじゃあランキングやまーす。13位伯爵さん、12位ゆうとさん、11位ヨンミンさん、10位ズーリンダルマさん、9位田所さん、8位 MT07 さん、7位いっちゃんさん、6位ゆきたんさん、5位大型予想さん、4位しゅんさん、3位ジョークスノーさん、2位姉さん、水が最高、1位しまさん、ありがとうございます。あと30秒です。ということで本日も配信ありがとうございます。ということで本日も終わります。2652の皆さん本当にありがとうございました。まだ YouTube を見てない方、チャンネル登録してない方はぜひ夢見るで検索してよろしくお願いします。